皆さん、こんにちは。吉井蘭蘭チャンネルニュースの時間です。2022年2月27日の時点で4つのニュースが入ってきています。それでは、早速参りましょう。まず1つ目です。また新たに2つの再生リストを作成しました。吉井蘭蘭チャンネルノート主は、これからも同じ種類の動画を出す可能性があるものを再生リストにまとめました。YRC ニュースと BGM の再生リストです。これからも、この再生リストの中の動画や、再生リストの数をどんどん増やしていきますので、よろしくお願いいたします。続いてのニュースです。コミュニティの投稿を始めました。皆さんは、コミュニティというものを知っていますか？コミュニティでは、チャンネル内の情報や、チャンネルに関してのアンケートを取ることができます。ぜひ見てみてください。続いてのニュースです。最近では、夜更かしをする人が増えています。夜更かしをしてしまうと、生活習慣が乱れてしまい、病気にかかりやすくなったり、記憶力や集中力が低下してしまいます。この図を見てください。皆さん、夜更かしはほどほどにしておきましょう。早寝早起き朝ごはんを心がけて、次の日にいいスタートダッシュが切れるようにしておきましょう。続いてのニュースです。吉井蘭蘭チャンネルは順調な発展を遂げています。2022年2月28日の時点で、チャンネル登録者は1935人と、もうすぐで2000人に到達しそうです。また、これらの動画はいずれも20万回を超え、神直落の面白場面集4という動画では、87万回再生と、100万回再生を目指して頑張っています。また、日本だけでなく、少ないですが、海外の方も見てくださっています。いつも見てくれている皆さん、本当にありがとうございます。これからも、吉井蘭蘭チャンネルは、少しでも面白い動画を出せるように、頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。そして、ぜひこの機会に、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。この番組は、吉井蘭蘭チャンネルと、自然と調和する、心と体豊かな毎日を目指して、カオスの提供でお送りしました。